たける心を殺すことある。急に冷たくなってそっぽ向かれたり、なんでなんでなんで、いいことだって間が悪いとね、カチッと来たりで、それがなぜか君が喋り出すと嫌なムード使い返してしまうから、ずれて間の悪さもそれも君のタイミングと、この心を和ますなんて関です。あ、関さん、はい、あ、よろしくお願いしま す, します。今何歳なんですか？34ですね。性転換された？あ、全然してないです、まだ女子です。あれ、あ、そっか。一応あのホルモン注射だけして、はあはあ、声も変わってヒゲも生えてるんですけど、はあ、体は何もしないです。あ、そうなんですね。はい。今お仕事何してるんですか？なんかフリーランスでいろいろやってます。あ、そうなんですか。記事書いたり動画編集したりとか。あ、そうなんですか。はい。ちなみに出身はどちらなんですか？埼玉です。何人兄弟というか？兄弟は弟が一人だけいます。あ、そうなんですか。生まれた時からなんとか気持ちとしては女性である自分にちょっと違和感があるというか。ありましたね。なんか自分がその最初は女性だってことを気づかなくて。お、へえ、そんなこともあるんですか？はい、体が変わってきてやっと気づいた感じです。あ、そうなんですね。よかったら僕マスクつけるんでいいですか？あ、はい。ちょっとこれホルモン注射だけでそんなヒゲが生えてくるもんなんですね。多分これでも個人差ですね。よく聞かれるんですけど、ここまで生えてくる人ってなかなかいないです。あ、そうなんですか。はい。へえ、自分がそっか、女性だって気づかないっていうのはどんな感覚なんですかね。まだあの胸とかが出てこない時って、うんうん、そのいつか変わるんじゃないかみたいな、うんうん、下のあれが生えてくるんじゃないかとか、へえ、そういうのを思ってた時期あったんですけど、僕結構早めに気づいちゃって、もう生えてこないっていうことも、うん、あのちっちゃい頃親がいない家庭で育ってテレビとかめちゃめちゃ見てたんですよ。あ、生まれた時はどんな状態だったんですか？僕が小学校1年生までは普通の家庭で、ほうほう、で2年生ぐらいからあの父親と母親が帰ってこない。2人とも？あ、そうです。お父さんは朝から夜中2時まで仕事に行ってて、ほうほう、でお母さんは、まあ、当時は何してたか気づかなかったんですけど、その後大人になってからちょっと探偵に調べてもらったら、なんか不倫してた。あ、お母さんが？そうです。そこでお母さん不倫してて、お父さんはもう働き詰めみたいな。うん。で僕が小学校2年生 で、はい、で弟がその時幼稚園の年中か、ほうほう、で2人で家にいて、はあ、ご飯も与えられない、お風呂も入れさせてもらえないみたいな。おお、はい、その後お父さんが聞いた話だと、はあ、お父さんの給料を全部お母さんが管理してて、はあ、で お父さんにもお金を渡しなかったから、お父さんもご飯を食べれてなかった。へえお母さんはその不倫相手さんと遊ぶためにそのお金使ってたみたいなことなんですか？じゃないですかね。今はもう亡くなっちゃったんで、お母さんが。あ、そうなんですね。そう、だから謎のままなんですけど。へえ。お母さんが帰ってこないことも、お父さんが帰ってこないことも、ご飯を与えてもらえないことも、お風呂に入れさせてもらえないことも、それが虐待っていうのを気づかなくて、ほう、でも本当に生命の危機ぐらいまで、僕と弟はもう毎日そんな生活、スーパーの試食コーナーで生きるみたいなとか、あとはまあマヨネーズ飲んだりとか。へえ。そんな生活してた時に、お母さんのお母さんの家にたまたま連れて行ってもらった時あったんですよ、お母さんに。その時だけ綺麗な格好をさせてもらって、で行った時にもうこれはまずい、ここで言わなきゃダメだと思って、でそのおばあちゃんに言ったんですよ、お母さんがもう帰ってこないんで。へえ。その時にお母さんすごい剣幕で僕のことを睨んできて、うわ行ったなみたいな。でそれでおばあちゃんびっくりして、次の日来てくれたんですよ、お家に。そしたらもう家が荒れ果てて、へえ、そこで発見されて保護された。じゃあおばあちゃんからじゃあおばあちゃんと暮らすんですか？おばあちゃんとです。おばあちゃんと、まあ、一応いるんですよ。お父さんとお母さんいるんですけど、お互いやっぱ帰ってこない。へえ。だから実質3人で暮らしました。あ、おばあちゃん、弟、関さんの3人で。そうです。へえ。
父さんはまあ朝から出て行って夜中に帰ってくるって仕事は変わらず、お母さんも働きに出てるってその当時は言ってたんですけど、はい、後々調べたらやっぱあの男の家にずっといたと。ご飯も食べさせてもらえてお風呂も入れる状態だったんですけど、はい、中1でお母さんが亡くなっちゃうんですよ。僕の中学校1年生の。お母さんが亡くなるんですか、はい、それ何で、病気ですか。病気だったと思います。もう亡くなる寸前まで分かんなくて、お母さん死んじゃったよって言われたのが僕の誕生日だったんですよ。へぇ、13歳の。はいはい。で、あの葬式行くよって言って連れてかれたら、もう名字が変わってたって。え、誰の。お母さんの。あー、え、お母さん結婚してたんですか。そうです、再婚してて気づかれて。え、お父さんとはどんな関係なんですか。その時はもうなんかとっくに離婚してたらしいんですけど、僕一切何も聞かされず、すごいショックでしたよ。お父さんとか定期的に会いに来てたんですか。お父さんは一応帰ってきてました、もう夜中に。でも会うことないんで、もう本当に家にもう数時間とかしかいなかった。へぇ、あ、そんだけ働いてる人だったんですね。まあ働いてたのかどうかわかんないですけどね、今思う。家に帰ってきたくないだけなのか。あ、そっか、まあ嫁の実家ですもんね、しかも。葬式行った日にもうショックじゃないですか、子供だし、うんうん、お母さん亡くなっちゃった、今まで帰ってこなかったお母さんだけど。で、その日の夜にもう本当覚えてるんですけど、僕に生理が来たんですよ。おお、はいはい。もうそこで確信的に、ああ俺はもう女になっちゃうのかな。ほうほう。でもう本当に頭がおかしくなっちゃって、そこから部屋から出てこない。え、生理が来たことのショックで、と母親が再婚してたことと母親が亡くなったことの全部もうトリプルパンチみたいな感じで、へー、ちょっと精神いかれちゃった時でしたね。で、学校も行かなくて、部屋から出てこなくて、もうおばあちゃんに暴力を受けて。へぇー、おばあちゃんに。おばあちゃんにですね。へー、じゃあ学校に行かず学校行ってないですね、ほとんど行ってないです。へぇ、登校プラス引きこもりでしたね、中学校の。へぇ、なんかそんな僕を見ながら弟は育ったんで、はあ、まあすごい静かな子でしたね。あー、なるほど。お姉ちゃんだけ暴れてるから僕は静かにしなきゃみたいに思ってたのかもしれない。へぇー、なるほどね。中学校ずっと行かないですか、3年間。中3の時にちょっと悪い友達仲良くなっちゃうんですよ。外なんで出てるんですか。外見てて、こう同級生が通るの見えるんですよ、はあ、でちょっとなんか羨ましくなったんですよ、はあ、でちょっと出たら、あ、じゃあ来いよみたいに言ってくれて、はあはあ、でちょっとあんまり真面目じゃない子たちと一緒に教室には行かずになんか保健室とかにいるっていう生活が中3の半分ぐらい。なるほどね。じゃあ高校とか行くんですか。ここは行かないですね。あ、全然受験もせずにね。どうするその不良仲間と仲良くなってって、中学校は遊びほうけてました。で、おばあちゃんがまだ家にいたんですけど、もう暴れの頂点まで来て、僕が本当に僕の家不良のたまり場みたいになっちゃって、でおばあちゃんを追い出して、でそっからまたお父さんと僕と弟の3人暮らしになったんですけど、え、おばあちゃん追い出して、おばあちゃんどうしたんですか。おばあちゃんはあの自分の息子の家に。あー、うん、おばあちゃんは自分の家を、いや、追い払われてる。そこは僕がちっちゃい頃住んでた家で、おばあちゃんが助けに来てくれた。あ、そこ助けに来てくれたから同居してるのか。そうです。で、そこからもう荒れ果てて、へー、で、お父さんも今度はなんか体壊しちゃって働かなくなって、へー、で、僕と弟だけだとあの家賃払えないじゃないですか。そうですね。で、一回あの家を追い出されたんですよ、その家。へー、はあはあ。で、兄弟2人とで、お父さんと3人でアパートに引っ越して、で、そこで僕と兄弟でお金出して生活してたんですけど。え、でもお金出すって弟は何歳ですか。中学校なんじゃないですか。いや、もうその時は17ぐらいでしょ。弟ももちろん中卒なんで。ああ、そうそう。え、そうなんです。中学校卒業してから何してたんですか、2人は。あ、2人とか、その関さんは。バイトをちょくちょくして、そのお金で遊びほうけてました。ああ、なるほど。じゃあフリーターってことですね。そうです、そうです。ひたすら。で、それってそっか、家なくなってからじゃあいよいよ自分に家賃払わなきゃいけないよってなって。へぇ。その時でも一応あのボクシングを始めてて、はあはあ、昔から格闘技好きだったんでボクシングやってて、でそれで結構真面目にはなったんですよ、はあはあ、なんかスポーツで初めてこう頑張ってみたみたいな、はあはあはあ、で、じゃあお父さんもせっかく今まで頑張ってきたしちょっとは仲良くしようかなって思ってきた時に働けなくなっちゃって、で、家もなくなっちゃったんで。へぇ。お父さん病気だったんですか。それ病気なのか、もう今でも分かんないんですけど、もうずっと寝たきりで、うつ病、あ、もう精神的なもんなんですかね。多分じゃないですか、ボクシングに出会って、とか女子ボクサーとか。そうです。今はあるんですけど、プロがなくて、アマチュアでオリンピックを目指してたんですよ。へぇ、そのオリンピック目指せるぐらい強かったんですか。
いや、どうですかね。試合とかも全然その頃、女子ってもう15年ぐらい前のほうほうなくて、ちょっとまず参加人数少ないですか。そうです、参加人数全然いなかったんで、試合も組めるとかなかった。だからこそちょっとオリンピックとかもそういう年から始めても目指せるとか。そうです、その時は僕が18とかだったんで、まだまだいける年齢だったんで、一生懸命やってて頑張ろうって時に、また3人で暮らしてたアパートも追い出されちゃって、あ、家賃に滞納してるんですか。はい、僕のバイト代と弟のバイト代だけだと、まあ、家賃はギリギリ払えるんですけど、ご飯が今度食べれなくなって、どっちかって言ったらやっぱり食を取っちゃうじゃないですか。はいはいはい、で僕が19歳で弟が17、18ぐらいの時で、はいはい、で行く場所なくなっちゃって、もう親戚も僕いなかったんで、はいはい、おばあちゃんとももう疎遠だし、お父さんもお父さんで自分の実家とはもう疎遠なんで、へ、行く場所なくなって、お父さんは本当にもうこの辺でホームレスやってました。へそう、なんかサウナに泊まったりとか、路上で寝てたっては言ってたんですけど、で僕もどうにかしなきゃと思って、お父さんいなくなっちゃった。で弟だけはどうしても屋根のあるところで寝かしてあげたいと思って、いろんな人に僕頼みに行ったんですよ。何を頼んだんですか。済ませてくださいって。そしたらその当時僕が通ってたボクシングジムのトレーナーが、うちいいよ住んでって言ってくれて、2人でお金貯めて、あのアパートなりを借りるまで住んでていいよって言われたんですよ。うわ、神様だと思って、ほうほうほう、行く場所なかったからよかったと思ったら、そのトレーナーに僕毎日体を触られたっていう。へえ、そこ女子として見てたってことですね。触られたぐらいで済むんですか。それいや、最後はもう服も脱がされましたね。じゃあもう普通にこの体の関係を求められたというか。そうです、そうです。もうほぼ、もうなんかここであんまり言わない方がいいかもしれないんですけど、まあ、ほぼされました、ね、あ、そうですか。でも逃げる場所もないし、隣の部屋で弟寝てるからわーとかも言えないし、あと恥ずかしかったんで自分の中で、あ、自分のこと男だと思ってたし、だから初めてそこでもう体の屈辱を与えられて、そっか、だから それが初体験なんですか。初体験というかしたくないけど、う、うん、男性との初体験がそれなんですか。そうですね、今でも感触覚えてますよ。それは結構トラウマなんじゃないですか。トラウマですよ。僕今ここが限界ですよ、近づけるの。今でも男性と握手しても、もううわーってなってすぐ手洗うんです。あ、そうなんですね。それだけは治らないですね。へー、まあ、そうですよ、男性恐怖症。なるほどね。その耐えてる時間どんぐらい耐えたんですか。あそこに住んでる時。そう、ね、3ヶ月ぐらいでした。あ、え、それじゃあお金貯まって出てったとこなんですか。はい、もう頑張って、もう超働いて、もうすぐ出たかったんで。へえ、それ何歳ですか。それがもう20歳、その家で20歳の誕生日になったんで20歳です。ああ、20歳でまた弟と2人でアパートかなんかで暮らして。はい、弟と2人でお金貯めて借りた家に行けて、やっとこう解き放たれたと思って。でももう男になりたくなって、あ、女の子でいられる、いられなくなりました。ああ、なるほどね。ボクシングも一切やめましたね、そこ。そうですよ、だってそのトレーナーがいるジム行きたくないですもん。もうあれ以来会ってないし、あれ以来そのジムには行ってないんですよ。あ、もう行けないですもんね。で、それでじゃあ女でいたくないってなって、どうするんですか。水商売始めたんですよ。あのいわゆるお鍋バーっていうところに入って、でそこでホルモン注射打ち始めて、でヒゲも生えて声も変わって、もうそこから男性としてずっと。へえ、なるほどね。でそこからもう基本お鍋バーが、あと収入源なんですか。そこからはそうです。その23ぐらいまで働いてて、ほうほう、そこで働いた時に彼女ができたんですよ。おう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 、初めてではないんですけど、ちゃんと付き合ったのが、ちゃんと長く付き合った子ができて、ほう、その彼女の家にこうやっぱ泊まりに行ったりとかするじゃないですか。ほう、で俺の家一つの部屋が空いたんで、ほう、お父さんからたまたまその時連絡来て、ほう、お父さん働きに出てるよって。ほうほう、あ、そうなんだ。あ、ホームレスだったお父さんはね。ほうほう、なんか会社の寮に住んでるって言ってて、ほう、俺彼女できてそっちの家に住んでるから、あの弟と一緒に住んでいいよって。ほうほう、兄弟で住んでた家をお父さんと弟で住むようになったんです。僕は彼女の家に住んでて、ほうほう、でなんかこれで、あ、やっと普通の生活できると思って、うんうんうん、男になったし彼女もできたし、うん、お父さんもちゃんと働くようになったし、でほっとした時に、あの弟が僕の家に来たんですよ、自転車で。
すごい遠いんですよ、はい、埼玉県の端と端だったんで、はい、どうしたんだろうと思ったらお父さんが働かなくなっちゃったからお金貸してほしい、ああまだね、またかーってなって、はあはあ、でも僕はその時彼女ともう言っちゃえば幸せに暮らしてたんでもう関わりたくなかったんですよ、はあ、もう昔みたいにまたご飯食べれないとかそういう生活するの嫌だからあのお金だけ送るからごめん俺お父さんと関わりたくないわ、はあはあ、言って僕は毎月お金だけ送ってたんです、はあ、したら今度お父さんから連絡が来たんですよ、はあ、弟が帰ってこないって、はあはあ、もう1週間以上帰ってこないんです、はあはあ1週間、はい、1週間で僕地元に帰ったりとかいろんなとこ探しまくったんですよ、はい、Facebook で弟の同級生に連絡取ったりとか、はい、それでも全然見つからなくて、はい、そしたらお父さんがあの弟がいないとご飯も食べれないし家賃も払えないからどうしようって言って、はい、もう面倒見たくないと思ってもう生活保護を受けてくれて、はい、僕はちょっとあのそこまでしたくないかなと、はい、突き放したんですけど、はい、で生活保護を受けさせて、はいで僕は弟を探してたんですけど全然見つからずもう1ヶ月以上探したんですけど全然見つからなかったですそれ以来いないんですかじゃあいやその後見つかるんですけどで彼女の会社の上司が僕知り合いなんですけど知り合いだったんですけどで彼女が帰ってくるたびにすごい辛そうな顔をして帰ってくるんですよでトイレから出てこなかった時あったんですよ彼女でどんどんつってどうしたのって言って無理やり開けたらもうすごい腕を切ってて、はいはい、どうしたのって言ってその子も親がいない家庭で育ってて結構あの鬱っぽい子だったんですよでいや何もないよって言ってたんですけどその親方に聞きに行ったんですよあ親方大学で働いてるんですかあそうです僕ペンキやりながら水商売やってたんですよで彼女もペンキで働いてたんですかそうですその会社で親方がいてで僕の親方の親方だったんでこうグループはいはい、グループみたいでまあまあまあみんな知り合いというかあそうですそうですへーでその親方に何か何かあったんですかみたいな、はあ、でお前と付き合ってるのが許せないみたいなえあその親方がその彼女が関さんと付き合ったことが許せないですか、はい、なんかこいつにはちゃんと子供を産むっていう女の幸せを味わってほしいからお前と付き合ってるのが許せないから認めてないからみたいなめっちゃ言われてへーで、そういうのを毎日彼女に言ってたらしいんですよ。ああ、なるほどね。言い続けてて、最終的には彼女が車を運転してる時に、その親方隣に座ってて、で、なんかパンツの中に手突っ込んだりとか、胸触ってきたりとかしてきてたらしくて。なるほどね。でもそれを僕に言ったら僕はショック受けちゃうと思って、彼女は我慢してずっと腕切ったりとかして。へでもそれ許せなくて、親方にもそういうのやめてくださいって、彼女を辞めさせてくださいって言いに行ったんですけど、なんか、そんな世の中甘くねえみたいな、そんな理由で会社は辞めれないんだぞって言われて怖っちゃんとした正社員として働いたのが初めてだったんで、はあはあ、世の中ってこうそういうことなんだって会社辞めれないんだと思って、ねはあ、その時ちょうど弟もいない、はあ、親父も生活保護でもう関わりたくない、はあ、彼女も両親いない、はあうん、兄弟もいないんで僕ら何もないから逃げようってなって、はあはあ、で僕がその子当時は体手術しようと思って貯金してたんですよ、はあその貯金箱と全財産とスポーツバッグ2つに荷物バーンって入れて、うん、それこそここですよバスに乗って大阪に駆け落ちしたんですへーなるほどね、はい、その仕事も休んでてねやめましょうもう何もやず誰にもへー多分あのもう探しないさすがに十何年以上前なんでまあね、はい、別に駆け落ちしてじゃあその住んでた家はもう全部解約しましたあ解約して、ね、全部解約してで弟もいないしお父さんももう面倒見たくないからって言って埼玉からもう大阪にへえなんで大阪なんですかなんとなくなんとなくだしあとは仕事すぐ見つかるかなってああそうか都会だしねそうですなんか変に田舎行っちゃって仕事なくてもなと思ってなるほどで大阪に行ってでも彼女はそれこそペンキなんてもう見たくないってあもうそっか、うん、そのそういう世界で働きたくないそうですでパチンコ屋で働き始めて僕はまあずっとあのやってたんで職人をね、はいまあ、また1年ぐらい幸せに過ごすんですよ、うん、もう楽しかったんでもう多分結婚するだろうなと思ってたら彼女がそのパチンコ屋の店長とできちゃってへえ切なで僕出てってって言われて出てくことになってでその時もう本当にショックで、まあ、生まれて初めて死のうと思っていいはいはい死ぬ場所探そうと思って自転車に乗って
いろんなとこ行ったら気づいたら自転車で日本一周しちゃったんですよ。へえ。なるほどね。そうですそうです。旅してる中でいろんな方に出会っていろんな優しさを受けたんですよ。うん、あ、日本も捨てたもんじゃないなと思って、ほうほう、よしもう一回頑張ってみるかと思って一回埼玉に戻ってきて、ほう、でお父さんに会いに行ったんですよ。ああ、生活保護のね、はい、こういうことあってもうちゃんとやろうかなと思うよって言いに行こうと思ったらちょうど弟が見つかったって連絡がお父さんの家に手紙で来たんですよ。へえ。どこで見つかったんですか？警察署から連絡来てて、へえ。で弟さんが逮捕されてるっていう。逮捕されたんですか？逮捕されてますよっていう手紙が来てて、うん、でそれがあの埼玉県の春日部警察署ってとこなんですよ、うん、お父さんの家が大宮の方だったんですよ。でちょっと遠いんですね、うんうん、で夜中だったんでその手紙に気づいたんです、うん、ほうほう。で俺はもう今まで探してたからもう今すぐ会いたいと思ってもアドレナリン全開で、うん、電車も走ってないしお酒も飲んじゃったんで車も出せないから、うん、あの自転車で行こうと思ってあの今から行こうって言って、うん、行こう行こう、お父さん行こう、数が見つかったよって言って行こうと思ったらお父さんがピーナッツ食べながら酒飲んでもう夜だからいいよ、下行こうとか言い出しました。まあね、はあはあ、イラッとしちゃって初めて親に手挙げて、はあはあ、もう僕はそのまま行ったんですよ、はあはあ、したらあの警察署から輸送されて今違う場所で春日部の警察署にいなかったんですよ。写真を見せられたんですよ、はあ、弟のこれ間違いないですか、弟さんですかって、はあ、見せられた写真があのこういう変わってる手錠のね、手錠されてるのと、はあ、もう本当に人相がもう全然変わってた弟の写真と、あとはあの腕に注射痕の跡が、ああ覚醒剤買ってみたら覚醒剤で捕まってました。へえ。覚醒剤で捕まってた弟さんはどこに移送されてたんですか？最初はあのどこにいたんですか？結局今度は島根の刑務所でした。へえ。そっから島根に移送されてるんですか？そこはあの初犯の人が多くて割と罪が浅いというか、そういう薬物系の人が入ってる刑務所らしくて、僕またすぐ行こうと思ったんですけど、さすがに島根だと、まあ、お金もかかるし時間もかかるんで、ちょっと一旦落ち着けって友達に言われて、はあ、一旦落ち着いてって手紙出そうって言って、はあはあ、手紙を出したんですよ。じゃ あの今まで見つけてあげられなくてごめんねとか、はあ、そういうこと書いて送って、で弟からまた手紙が来て、はあはあ、手紙が来る前に僕でも面会に行ったんですよ。そのやり取りまでに1週間ぐらいかかったんで、ほうほう。で会いに行った時にあの本当にこうテレビで見るようなこういう、ほうほう、なんだろう、うんうん、あのガラスがあってね、あ、そうです、はいはいはい、あれのところで弟がガチャって入ってきて、もう坊主で、もうなんかそれ泣きはしなかったんですけど、もういたたまれない気持ち、まあね、なんか俺が悪かったなと思っちゃって、へえ、はいはい、なんかお父さんのこと任せちゃって、まあね、辛かったんだと思うんですよ。全部一人でやらせて、はあはあ、ちっちゃい頃からだから、そういうのを積み重なって覚醒剤に手出しちゃったのかな、逃げちゃったのかなと思って、あとごめんねって言って、はあ、家に帰ってきたと弟からの手紙が来てて、はあ、パッて読んだらあの刑務所の中でビデオを見たんですけど、はあ、薬物中毒から回復してプロボクサーになったっていう川崎達樹さんっていう方のビデオを見て、僕もあの東京帰ったらお姉ちゃんも昔やってたボクシングやりたいなって言ってくれたんですよ。ほうほうほう。もうそれ見た瞬間に僕次の日にボクシングジム入会しました。ああなるほどね。そうですそうです。それで弟が戻ってきたら一緒にできないというか、そうです、もうプロボクサーになって待ってるからねって言って約束して、手紙でずっとボクシングの練習の仕方とか、おうおう、今のボクシングの情報とかをやり取りしてて、うん、で僕でもその前ボクシングやってたじゃないですか、うん、嫌な思い出があって、うん、でもそこのジムじゃないんですよ、うん、あのその僕がプロボクサーになったジムが SRS ボクシングジムって言うんですけど、うん、そこの会長の坂本博之さんという方は、うん、その方も幼少期に食事与えられないっていう虐待を受けてて、うん、でそういう虐待を受けた子どもたちにボクシングを教えるっていうボランティア活動もやってる方がやってるジムで、うんうん、僕と弟入るんだったらそこがいいなと思って、うん、そこに入りました。へー。お父さんはどんぐらいでも、埼玉持ってきたんですか？3年、僕が発見してからで2年半ぐらいなんで、合計だと多分3、4年ぐらい入ったんでしょう。ああ、なんでそんな重かったんですか？2回なんですよ、逮捕された。あ、2回目打って、自分で警察署行って逮捕されて、それが3ヶ月で出たらしいんですけど、でもう1回やって、もう1回逮捕されて、今度はそんな長いんですよ。ああ、なるほど、そっか。別にそ執行猶予中に逮捕されてるから長いってことですね。そうです、そうです。へえ。でも戻ってきたら何歳なんですか？関さんは何歳だ、僕が
28とかで、向こうは夫が26、誕生日がちょっとずれてるって、まあ、あれなんですけど、その時はボクシング的にはどんな状況なんですか？僕あのその時ホルモン注射打ってたんですけど、一切やめたんですよ。それでプロになれるかって協会に電話して聞いたら、ホルモン注射を一切やめて女の体に戻したらできますよって言って、で戻したんですよ。ああ、なるほどね、そこでね、はい、なんで一応プロにはなれたんですか？でプロボクサー、その戦績はどうだったんですか？戦績僕一戦一負けです。ああ、一回負けただけ。そうです、一応リングには立ったんですよ。のえでもお父さんその戻ってきた時はボクサーになる気持ちはまだあったんですか？あ、全然ありました。弟の方が戦績多いですよ。プロちゃんとプロになって兄弟プロボクサーになれたんですよ。あ、そうなんですか、はい、で弟は5戦ぐらいしたのかな、でも負け越してるはずですよ。2勝3敗とかじゃないですか。はい、なるほどね。2人とももう今はボクサーは引退してるんですか？引退しますね。あ、そうなんです、ね、そうなんです。その SRS ボクシングジムで出会った人が飲食店の店長やってて、はあはあ、でこういう事情で弟もう再来月出てくるんで、よかったら働かせてもらえませんかってお願いして働いてるんで、今も。あ、じゃあ今もじゃあなおさんちゃんとそこのお仕事続けてるんですか？そうです、もう今社員になって飲食店なんですけど、今店長も。あ、じゃあもう立派に構成されてるというか。そうなんです。それ良かったですね。その構成できた理由も、その弟が刑務所でビデオ見たっていう話したじゃないですか。川崎達樹さんっていうその薬物中毒から回復してプロボクサーになったっていう方が、弟の専属のトレーナーになってくれたんですよ。へー、そう。でその方とでその坂本会長がいるから絶対もう再犯はしないだと、ね、僕は思ってました。信じてました。へー。で関さんはそのボクサー辞めたからどうしてるんですか？そう、僕弟が出てきて、弟がプロボクサーになって、で会長もいるし辰樹さんもいるし、ちょっと安心しちゃったんですよ。ほうほう、やる気というか目標を失ったというか。まあまあそうか、別にだからそのめちゃくちゃ強くじゃないですもんね、ボクシングがね、うん、そうです。結局みんなに弟は頑張ってるのにお前なんだよみたいな言われたりとか、まあ事情を知らないからみんなそういう風に言ってくると思うんですけど、僕からしたらなんか今まですごく辛かったんですよ。弟が刑務所に入っててこっちで準備してお金も弟のために全部何百使ったか分かんないぐらい言ったんですけど、それを別に言うわけでもなく、なるほどね。そうで僕がなんかダメなやつだなみたいに言われてて、なんかいや何やってたんだろう俺みたいになって、でそこでちょっとお酒に溺れちゃうんですよ、この僕が。ああ、浴びるほど飲んでもすごい、本当にいろんな悪さをしちゃいましたね、酒で。あ、そこで？はい、そこですね。ボクシング引退した後ぐらいです。へぇー、20、30ぐらいですね。最近ですよ、まだ5年前ぐらい。4年前ぐらいにその、じゃあ酒飲みながら悪さだったんですか？薬やったりとかそうですか？いや、そういうのじゃないです。本当にお酒で暴れる感じです。あー、そうですね。じゃあその、はい、荒れたんですね。荒れた、はい、荒れました。もう本当に荒れて、もうボクシングジムでも悪い噂に立っちゃうぐらいの。へ、その時に知り合いに飲食店でなんか社員にならないかって声かけてもらって、ほうほう、そこの社員さんたちすごく僕好きな人たちで、ほうほう、なんだこの人たちと一緒にいたらまたやる気、人生にやる気出せるんじゃないかなと思って入ったんですけど、そこの店舗が結構劣悪で、おー、そうですか。僕以外全員外人の子。ああ、はい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 。めちゃめちゃ忙しい店で、電話も出るの僕しかいないし、お会計も僕しかできないし、なるほどね、っていうお店で居酒屋だったんで、週に4日ぐらい卓上でゲロされたんです。ああ、なるほどね。すごいもう辛くてめっちゃお酒飲んじゃって、またなるほどね。そこからもうなんだろうな、鬱だったんでしょうね、多分。ほうほうほう。でも辞めたいって言って、はい、辞めちゃって、はい、今まで生きてきた中で一番何してる時が楽しかったかなって思って、はい、いろいろ振り返ってたんですよ、ちっちゃい頃から。はい、じゃあやっぱ自転車で日本一周してる時は楽しかったなと思って、はい、唯一行ってなかったところがあって、そこに行こうと思って、石垣島。あ、はいはいはい、石垣島に行ってないなと思って、はい、行ったんですよ、はい、1年半ぐらい住んでたのかな。そこで、すごい運命の出会いというか、おうほうほう、その時は付き合ったんですけど、女の人と知り合って、ほうほう、シェアハウスに住んでたんですけど、ほうほう、そこに後から入ってきた子と付き合って、ほうほう、で同棲したんですよ。
で今までの話とかも全部受け入れてくれて、僕が女の子だってことも受け入れてくれて、で楽しく過ごしてて、でもお酒をやめれなくてめちゃくちゃ飲んじゃうんですよ。で飲んで飲んで飲んで、でうつ病も多分合併症だったんで、嫌なんで暴れたりとかしてて、クリスマスイブに友達の誕生日パーティーに呼ばれたんですよ、彼女も。でそこでまた飲んじゃうんですよ、僕が。いつものごとく。でその日の酔い方は結構ひどくて、帰ったのも覚えてなくて、次の日の朝目が覚めたら壁が殺人事件みたいになってて、でリビングに包丁が置いてあったんですよ。うわ。でと思って、で彼女が不動産屋の人と一緒に帰ってきて、写真とか撮ってるんですよ。でも僕布団にこう隠れてて、で彼女が出てった後に、二人きりだと危ないから友達と彼女と俺3人で話し合ったんですよ。へー。家に帰ってきて私の胸ぐら掴んで包丁持って振り回して、ハサミとか包丁で壁ケチャケチャに切ったんだよって。怖っ。ほうほう。で私お母さんとお父さんに電話して、もう今すぐ帰ってきなさいって言われたから、もうごめんだけど帰るねって。まあそうなりますよね。それはね。でも本当にそこまでやっちゃいけない、人間としてやっちゃいけないことをやるまで僕お酒の危険さっていうの気づかなくて、まあね、ただ自分の寂しさを埋めるためだけに飲んでた酒、はあ、でも人にこんだけ迷惑かけちゃったと思って。まあね、それと一緒のトラウマでしょうね、うん、そんなことされたらね。そうなんですよ、はあ、で、まあ、その事件がクリスマスイブだったんですけど、その前に決まってたんですよ、実家に彼女のご両親に挨拶行くっていうのが決まってて、で一緒の飛行機も撮ってたんで、僕は彼女の両親の家じゃなくて東京に一回帰ってこようと思って、東京の友達と会おうと思って一緒に飛行機乗ったんですよ。そしたら彼女のお父さんとお母さんが、あ、普通謝りに来るんじゃないのか。あ、てかそれ別れてないですか。いや、もう別れてます。あ、はいはい。でも一緒の飛行機も撮っちゃってたんで、一緒に帰って、東京に行く予定で、彼女も実家にそのまま帰る。なるほどね。でもそんなことして普通謝りに来るんじゃないのかってお父さんが言ってたらしくて、なるほど、ね、でも僕は逆に謝りに行っていいんだと、まあね、普通は会いたくもないんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、確かに。で僕は次の日に会いに行ったんですよ。もうヒゲも全部剃って、髪の毛も金髪だったんですけど黒く染めて、絶対殴られると思って意を決して僕は会いに行ったんですよ。でも本当に申し訳ございませんでした、もうすいませんでしたって言ったら、お母さんがめちゃくちゃ笑顔で、 ありがとう、来てくれて会いたかったよって言ってくれたんですよ。へー、優しい。でお父さんも、君の今までの生い立ちは全部聞いたよって、今までそんなにいっぱい頑張ってきて人のために生きてきたんだから、お酒なんかに負けるねん、まあね、君のその精神力なら絶対酒なんか負けないから頑張れよって言ってくれて、優しいですね。俺もその時に、はあ、もう何してんだろうと思って、まあね、一気にこう自分の承認欲求とか、はあはあ、今まで親にも愛されなかった辛かったことが全部受け止めてくれたって、はあはあ、っていう感じで、はあはあ、なんか一気に承認欲求満たされて、あ、やめようって、まあね、酒やめようって、はいはいはい、それでやめるじゃないですか、はい、で東京に戻ってくるんですか。それは一回石垣島で仕事してたんで、やめるな、やめちゃダメって言われたんで一回戻ったんですよ。はいはいはい。石垣島で何の仕事してたんですか。カフェと沖縄料理屋で働いてました。ああ、じゃあ飲食店だよってこと、ね、はい。でもなんかやめさせてくれなくて、でも一人でいたら結構頭パニックになっちゃうじゃないですか、そのアルコール依存症って心配になって。で2月に病院に行きたいってお願いして、病院、東京の病院に来たんですよ、アルコール依存症で。そこで診察受けたら、やっぱあなたアルコール依存症なんで危険なんで石垣島に帰らないでください、結構重度なんで入院してくださいって言われたんですよ。なるほどね。そう、でもその病院に入院するには身元引受人がいないと入院できませんって言われて、僕その時親とも連絡取ってないし、取る手段もなかったし、で弟もなんだろう、その保証人っていうのには兄弟じゃダメだったらしくて、で入院も拒否されちゃって、ほうほう、家もなかったんで帰ってきたばっかりで、ほうほう、でもう石垣島には帰らないことに決めて、で東京に戻ってきたのがもう去年ですよ、去年の1月です。でそれでそのフリーランスって、あれ何をしてるんですか。今ウェブライターが一番の
ウェブライターなんて、だって、記事とか書いたことあったでしょって。あ、ないです、ないです。全然ないです。ただなんかこの経験がすごく重いらしくて、はあはあ、あの、いいクライアントさんに出会って、へそっからお仕事もらえるようになりました。ライター1年目で、そうです、そうです。それで生計立てるようになったんですか？はい。あ、でもたまにウーバーイーツがやってます。あ、なるほど。今までライターと、時々ウーバーとかで、まあ、ちょっとしてバイトで金稼ぎながら、あ、今に至るってことなんですね。そうです。最初はだから家もなくて、もう本当に安いシェアハウスに泊まってて、まあ、今は普通に家借りて住んでるんですけど。なるほどね。で、そこから、まあ、談志も続いて、はあ、で、今度はこの経験を発信してみようと思って、はあ、インスタグラムとか始めて、はあはあ、で、いろんな仲間ができて、今は僕の経験を発信して、お酒のやめ方とか、虐待についてとか、虐待にされたら大人になったらどうなるのかっていう講演活動とか、へえ、そういうのやってます。なるほどね。でも今対面ができないんで、まあまあそうですね。ズームとか、ああなるほどね。ズームとか対面はこの前初めて大阪で僕主催でやったんですけど、へえ、その時にその前の彼女のお母さんも見に来てくれて、へえ、これからじゃあそういう活動をまあなんかどんどん広げていけたらいいなみたいな。そうですね。もう僕の使命はもう今までいろんな人に迷惑かけてきたんで、今度は僕のこの経験で誰かをこう助けるじゃないですけど、道しるべになれたらいいな。まあまあまあね。どんだけ嫌なことがあっても、まあ楽しく生きてられますよっていう。まあまあそうっすよね。はい。今僕がホルモン注射やめてる理由が、はい、あのその一戦だけしたって言ったじゃないですか、プロボクサー、はい、でその時に2週間で8キロ減量したんですよ。おうおう。で、2週間で8キロって結構まあまあじゃないですか。おうおう。それ で、 で前ホルモン注射打ってたのをやめて、子宮がちょっと荒れてるらしくて、その体重の一気に落としたことで余計荒れちゃって、そこから1ヶ月間ぐらい不正出血が止まらなかった。それが癖になったのか、ホルモン注射打ってても生理止まるのに不正出血が続く時があって、怖くなっちゃって、それで僕今やめたんですよ。あ、なるほどね。大きい生理用の多い日用を1日3枚変えても止まらない。大変。でもそれでボクシングをやめちゃったんです。悔しくて。それも結構僕心になんか傷というか、うわーってやりたかったなっていう気持ちもあって、ね、結構先に逃げたっていうのもあります。なるほどね。なんか僕の人生を一気に変えてくれたのはやっぱ人の愛だったんで、はあはあ、その傷つけようとした彼女のお父さんお母さんにあんなこと言われたことが僕の中でターニングポイントです。すごいできたご両親ですよね。それは本当なんですよ。そうなんですよ。だってそれはもうね、怖いもんな普通に考えたら。ちょっとそうなんですよ。だから客観的に考えたら、いやだ酒飲んでね、それで家中小さい子というか、なかなかね、傷が。もう彼女もやっぱその前日に、僕が謝りに行く前日にもう全部話してくれたんですね、はい、今までこういうちっちゃい頃からこういう生活で大人になって弟に対してこういうことしてて、はい、で自分自身はこういう感じで生まれてっていう、僕の今までのことを全部話してくれたら、はいはい、そのご両親が、あ、そんなに頑張ってるやつだったんだ、なるほどね、と思ってくれたらしい。でもただそういう酒で暴れたことは許せることじゃないから、まあ、っていうのもちゃんと説明してくれて、まあまあ、頭ごなしに怒るじゃなくて、僕のことを理解した上でそういうことを言ってくれたんで、できた人間ですね、はい、本当に感動して、僕今でも尊敬する人誰ですかって言われたら、その前の彼女のご両親って言います。いや、まあね、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。ありがとうございました。See you.